はい。じゃあ、メジャーさん、今日はですね、はい。もう一大未来のですね、ええ。レコーディングっていうのをちょっとやってみようかと。ドキドキしますね。そうですね。僕の方が、こっちでスタジオワンを使ってですね、はい。そして録音をやります。ね。そしはい。て、メジャーさんの方はシンクルームの、はい。普通のモードでですね、はい。今こう通信をしてるんですよね。はい。はい。その音声も取りながらですね。そして録画もしてるんです、こっちはね。はい。はい。そして、スタジオワンでの録音もやろうと。画期的ですね。はい。そういうこ夢とのようでで、す。それもマルチトラックでやろうはとい。いうことで、一応予定としては、リズムギターと、そしてアルペジオギターと、はい。イントロの部分っていうか、うん。なんていうか、アルペジオがですね、ちょうどイントロが入っておりまして、もう大体ああ。全部で3チャンネルになりますかね。あ、ボーカルとね。はい。はい。じゃあ、ハモリはいらないですか？ いや、いいです。イントロと一番とですね。はい。そして、簡単なエンディングっていうか、はい。そういう感じでいきましょうか。そして皆さんね、今画面の方には、左端にもあるし、こう二重になって、シンクルームが立ち上がってるんですけれども、まあシンクルームっていうのはこんな感じで、これやったら何メートル離れとる感じになるですか？これぐらいやったらですね、6、7メーター離れてるとはい。いう、そんな感じじゃないかなと思います。はい。はい。今回は 73bpm というスピードで弾いてもらうということにします。村長ミュージックスタジオ。じゃあ、いきますね。はい、いいですので、今度はマイクを入れてみてください。まあ、そんなに遅延が感じられなくって、で、まあでも、ちょっとありますので、今、修正をしますね。後ろ、ちょっと走り気味だったけども、まあ、このぐらいだったらいけるでしょうって感じなんで、これで、先に次は歌を歌います。歌がなかったら、多分やりにくいと思うので、はい、じゃあ、歌をやりますので、はい。
to check. はい。はい。じゃあ行きますね。はい。寂しい時はいつでも電話をかけて、たわいない話でもすればいいのに、泣きたい時泣いてごらん、溢れる涙が君の心を洗い流す。泣きたい時泣いてごらん、意地など張らずに、誰もそんなに強くはないさ。はい、はい、じゃあこれでボーカル取れましたんで、はい、ボーカルはまあ気にするほどレイテンシーはないので、で今度はギターを取ってもらいますね。はい、はい、初めだけクリック入れます。で途中切ります。いきます。はい、終わりました。一回ちょっと聞いてもらいますね。マイクよかったらさしてください。はい、はい、今ちょっとレイテンシーがさっきよりこう出たって感じがしました。こちらで修正っていうのができるんですよね。皆さんちょっと見ててくださいね。これをですね、いくらでもスライスできるんですね。メジャーさんがこう引いたね、線がこう出てるでしょ。キャー恥ずかしい、はい、ずれたらずれたように出ますから今見てもらってるところはまあまあ正確でですね、はい、そんな感じでするんです。仮にさらっと合わしましたんで、まあ、もうせっかくですからリバーブをかけたりしてですね、はい、やってみたいと思いますのでちょっとお待ちくださいね、はい、僕は今よくボーカルファイナライザーっていうのをかけて、ボーカルファイナライザー、はい、かけてですね、で
まあ、簡易にはね、最後はリバーブまた違うの入れたりするんですけれども、これでもうコンプとか全部こう一緒くたにですね、かけれるようなのがあるのでですね、歌の手前から鳴らしますね。はい、寂しい時はいつでも電話をかけて、たわいない話でもすればいいのに。いや。これからこうきっちりきっちり合わしたりですね、いわゆる仕上げっていうのをやるわけですけれども、この時点ででもね、多分アマチュアさんが楽しみに YouTube に上げるというかね、それぐらいだったらもうこれで多分そんなに音も多分悪くなかったでしょ。そうですね。はい、だからまあできますよね。そうですはね。い、やっぱりギターがちゃんと、例えばこのカウントである程度こうできるような人であれば、はい、簡単ではないと思うんですよ。むちゃくちゃ簡単ではないですけど、はい、ギターが弾ける人やったらできますね。そうですね。今ちょっとメジャーさんお互いこの、見てみましょうか。どのぐらいで、いけてるかですね。はい、そちらもちょっと見といてください。はい、まあだんだんゴールデンタイムにね近そうづでいすてきね。たからね、僕は170ぐらいしか出てないですね。今上り計算してます。上りも、はい。始まった時は600あったのが、はい。今は310メガボー。はあはあはあ。半分ぐらいに落ちてるんですそうね。ですまあ、ね。もちろん今通信してるというのもあるんですよ。確かに。通信が始まる前と始まった後では低遅延でですね、やるっていうのは、いわゆるネットを独り占めすると僕は思ってるんですよね。考えてみたら、メジャーさんが5時半ぐらいまで待ってって言ってですね、で、今が6時45分ですよ。で、その間何回もテストしたりとかもしてるから、まあ、丸々で言えば1時間ですよね。そうですやり直よ。しもしても1時間ですよ。そうですよ。だって、数年前に奈良まで新幹線で行っ て、泊まって帰ってきての成果と、この1時間ちょっとでこんだけのことができるんですから、もうちょっと信じられないですよ。そうですね。まあ、あとちょっと仕上げはしますけれども、今日は初めてのマルチトラックでのレコーすディングごということで、やってみました。い。はい、ご苦労さんでした。ありがとうございました。おは疲い。れ様でした。